デンマーク環境大臣は最近、名古屋で COP10 生物多様性に関する国連会議の出席のため来日しました。東京のような大都市で街の人々の近くに自然があるというのは良いアイデアだったと思います。このように近くに自然があると、その多くの側面を、またそれを維持する必要性を理解することができます。学校の授業で屋上庭園を訪れることもあると聞きました。とても良いことだと思います。私たちは日中の混んでいない時間帯の大通りで自転車に乗ったので、非常に広々としていました。東京は決して自転車を乗りやすい街ではない。自転車専用道路もなく、自転車のためのルールも明確ではありません。東京はまだまだ確実に改善の余地があると思います。気候もよく、車と車の間に少し余裕もあり、もっと人が楽に移動する必要性があります。ですから環境と健康にいいのはもちろんのこと、またそれとともに自転車に乗る喜びと楽しい移動手段としての側面を強調するために努力をしたいと思います。化石燃料を使用しない社会になるという目標を達成するためには、私たちは今ここで多くのすべき仕事があるということに全く疑いの余地はありません。再生可能エネルギーのための市場開発はデンマークにとって非常に強みとなります。特にクリーンテクノロジーに関して、デンマークの多くの企業が日本市場での地位を確立できるようになることは明らかです。また私は数多くある革新的な日本製品がデンマークで定着するよう望んでいます。私は交流の増加によって非常に大きな可能性があると考えております。はい、大いに思います。デンマークでは環境への影響なく国は成長できるということを長年かけて実証してきました。成長と環境に対する負の影響を切り離すことができるということが分かったのです。もちろん私たちは目標を達成することを願っています。私たちは生物多様性の劣化を停止するには失敗しました。ですから今私たちが新たに目標設定するのは極めて重要であり、また予測が可能な目標を掲げ、劣化に終止符を打つまでの経過を実際に見ることが大切になってきます。